このコースは文字通り緑あふれる自然道の中で、夏は鮮やかな新緑や涼やかな木陰、もちろん春は美しい桜、秋には鮮やかな紅葉も楽しんでもらえるコースです。季節によって変わる景観にきっと目を奪われることでしょう。そして今回私たちが行ったコースの中で気になったお店がこちらです。東山区には豊かな自然とともに、いくつもの近代建築や明治の実業家である村井吉兵衛が残した建物が点在しています。こうした素晴らしい建物もまた東山の景観を形作っています。その中でも今回私たちのおすすめは長楽館。長楽館は村井吉兵衛の別邸跡で、設計者はアメリカ人のジェームズ・マクドナルド・ガーディナー。長楽館の命名は日本の初代首相伊藤博文で、これまで国内はもちろんイギリスやアメリカなどの国内外の要人をもてなしました。築100年を超えましたが、内外装とも非常に贅沢な、そして華やかな造りで、数々の華麗なコレクションを収蔵しています。長楽館の土手千佳さんにお話を伺います。お店の歴史を教えてください。はい、あの長楽館は明治42年の建物で、107年の歴史があります。明治時代にタバコを問われました村井吉兵衛さんの別邸の跡でして、建築家はアメリカ人のガーディナー、立教大学の学長をされた方でもあります。このように館内にこう一歩こう足を踏み入れますと、フランスのロココ様式ですとか、イギリスのネオクラシック様式、イスラム風のお部屋、あと書院造りのお部屋など、さまざまなあの文化が混じった建物だと分かります。で、まあ、このようなまあ素晴らしい建物でしたので、当時は京都の迎賓館として、多くの人が集う場所でもありました。で、現在では京都市の指定有形文化財に登録されまして、カフェ、レストラン、ホテル、ブライダルなどを運営しています。地域とのつながりを教えてください。あの私たちはこの歴史ある建物をあの次の世代に引き継いでいくことがあのとても大切だと考えています。で、そんな中で、できるだけ若いお客様にもお越しいただきたいということで、アフタヌーンティーを始めたんですけれども、このアフタヌーンティーセットのある迎賓の間には、当時 の椅子とかテーブルが置いてありまして、現在でもお客様に使っていただきながら保存しております。長楽館のおすすめのものは何ですか？あのカフェではあのドレッサージといいまして、あのお客様の前でこうソースなどをかけたりしてこう仕上げるあのデザートがとても人気です。で、その他昨年の9月にリニューアルしたんですけれども、あの長楽館ブティックといいまして、クッキーとかチョコレートなどを販売しているお店もあります。で、あと新館の方にはあのホテルが6部屋ございまして、あとイタリアンレストランもございます。こちらはムライズカメリアといいまして、村井吉兵衛さんにちなんだタバコの形をしたクッキーです。味は4種類ありまして、アールグレーとワイン、柚子抹茶、コーヒーの味があります。で、こちらのパッケージは村井吉兵衛さんのタバコの銘柄に実際にカメリアというブランドがありまして、こちらのデザインをこう復刻したものです。で、こちらのクッキーは昨年の9月から販売しております。ではご試食どうぞ。美味しいです。とっても美味しいです。